僕はカイネさんと接するたび、どこか懐かしかった。無意識のうちにお姉さんとダブらせていたのかもしれません。やります。かような姿で生き続けるはいかがでしょうか。おぞましいわ。二度と会わなくて済む。ここで殺してやる。剣か。剣ではない。お前の腕が上がったのだ。存分に暴れよ。おばあちゃん。カイネさん、生きて、戻ってきてください。お前たち。エミール、私を呼んでくれていたのはお前だな。僕のことわかるんですか？エミールはエミールだ。私は間違えぬ。カイネさん、ありがとう。おかえり、カイネ。ずいぶん立派になったな。どのくらい眠っていたんだ、私は。5年だよ。そうか、5年か。ヨナは探してるが、魔王の足取り自体なかなかつかめぬ。これ、それは月の涙。おばあちゃんのに負けないやつをって頑張って作ったんだけど。そうか。長く石化されていたカイネの目覚め、エミールの見せた優しさ、再び出会う喜びを俺たちは噛みしめていた。デボルさんたちからその話を聞くまでは。なぜなんだ、どうしてなんだ。揉め事が起きて。でも大丈夫で、僕らなら。待てよ、己の身を犠牲にして村を救った。だって僕らこんなんだし、みんな怖がりますよね。あなたにそう思ってもらえるだね、カイネさん。私は外の方が慣れてる。そんな。じゃあ外で待ってますね。どうした？俺、ちっとも気づいて、くそ。今日はもう休め。その夜は眠ることができなかった。デボルさんを初めて憎く思った。ポポルさんを冷たい人だと疑った。だがそんな俺の感情には意味がない。彼女たちは村を第一に考えた結果、ああいうしかなかっただけだ。村人たちを魔物の恐怖から守ろうとして言ったことだ。デボルさんとポポルさんの罪を責めるなんてできない。カイネたちの立場を知ろうともしなかった。俺も同罪なんだから。カイネとエミールに謝ろう。謝って、いや謝ったって。この声は。ああ、焚き火って不思議ですね。ずっと見ていられる気。カイネさんとまたお話ができて僕嬉しいです。そうか、私もだ。カイネさんを助けるために僕頑張ったんですよ。一生懸命磨いてみたり、お湯をかけてみたり。お湯をかけたのか。はい、でも全然ダメで。石化を解いてくれてありがとう、エミール。ちょっとだけ姿が変わっちゃいましたけど。辛い思いをさせてしまったな。でもこの姿も悪いことばかりじゃありません。こうしてカイネさんを見ながらお話しできるようになりましたし。そうだ、私の話はつまらないぞ。カイネさんのこともっと知りたいんです。分かった。私に魔物がつく前、子供の頃の話だ。私は少し変わった体をしているせいで、村では厄介者として扱われていた。でもただ一人、おばあちゃんだけが私を受け入れてくれたんだ。どんなに辛いことがあっても、おばあちゃんがいてくれるだけで私は生きようと思えた。カイネさんにとって本当に大切な人なんですね。ああ、そうだ、カイネさんの石化も治ったんですから、魔物つきのことや僕の体を治す方法も見つけましょう。探せばきっと簡単ですよ。僕たちならきっとできると思います。お湯をかけるよりは難しいと思うがな。もうそのことは忘れてください。眠れたのか。はあ、目が赤いな。あまり思い詰めるな。ポポルさんたちのところに行く。分かった。なんだそれは。これは母さんの日記だよ。母親の。ああ、国門病にかかって。すまん。いや、いいんだ。もう顔もおぼろげにしか思い出せないしな。これは唯一残った母さんの形見。これを読むと、頭の隅にある家族の記憶がかすかに蘇るんだ。そうか。だけど最後の数日間の日記には奇妙なメッセージが数行書かれているんだ。奇妙なメッセージ。ああ、それはておらんのか。おい、何をほうけているのだ、お主。すまん、何か夢を見ていたような。立ったまま寝るとは器用なやつだな。行くぞ、あの扉だ。ああ、行くか。閉じ込められたようだな。閉じ込められたようだな。閉じ込められたようだな。どうした？何か夢を見ていたような。ああ、わかる。